最初から踊りました。おはようございます。桜でございます。鈴木のです。失いだのね、食いに行こうと思います。今日もね、秋のような気候でございますね。足の方はね、かなり痛みが軽減しました。著作権侵害の申し立ての件ですね。嫌がらせだそうです。いろいろ見てみましたらね、嫌がらせが多発してるそうですよ。関係ない人間からね、昨日もそうですよ、私。投稿したんでね。嫌がらせがなんかね、関係ない人がね、これ本当迷惑でございます。私も気をつけてますかね、そんなね、著作権触れるような覚えありませんから。第一、嫌がらせということはもう理解できました。ただね、269ね、投稿再開しております、公開にしております。昨日もね、同じことありましたからね、バカでございますよ。なんだかんだ言ってね、ラーメン横丁ね、しか分かりませんからね。今月いっぱい休業ですね。どこ入りましょうか、ちょっと特徴がね、ありまして、ありますよね、これであれば。2件入りましたね。どこに入ろうかまだね、決めておりません。一回りしました。西角カラスバル、今カモみたいなのでカラスです。Yes.
答えがありました、ね、新ラーメン横丁もありますけどね、ラーメン横丁どうしようかと、なかなか決まりませんよね、難しい。今日はね、秋のようなね、秋を先取りですよね。あ、ギャン行くよ。ミヤン行くってもいいんですけどね。もう候補ね。うん、運転に絞りました。あの、白樺山荘、うん。とりあえず、今日はね、白樺山荘に入ります。こちら。上がっててもね、もう。下に入りますね。それじゃあね、じゃあ牛の餌を食います。